はい、それでは時間になりましたので、トークの方を始めさせていただきます。まず最初は、ディープラーニングフォーイメージリコグニションインパイソンということで、田中秀樹さんにご発表いただきます。よろしくお願いします。すみません、たくさんの人に聞こえますかね。来ていただいてありがとうございます。で、このタイトルで発表します。まあ、僕は、サイエンス系のことが好きなので Python は 2.7 です。はい、始めます。僕でこれ今日午前中のキーノートの後なのでこれから始めます。もう PyCon って何って、ここにいる人たちは皆さんそのもう Python カンファレンスだっていうのを知ってて、ここに来てると思いますけど、まあ、Pythonista 以外はどう考えてるんだってことですね。で、去年初めて僕 PyCon 来たんですけど、我が家のあのノン Pythonista がつぶやきました。夫が今日は PyCon に行ってくるとウキウキしながら出かけて行ったけど、言葉の響き的に多分浮気だと思います。わかりますかこれ PyCon。 まあ確かにこう PyCon って書かれると確かにちょっと怪しい雰囲気しますよね。しかもこれなんかリツイートまでされちゃっててちょっと。ということで、まあ自己紹介代わりですけど、まあパイコンは合コンではありませんということです。ちょっと僕これつぶやきますんで、同じ境遇の人はちょっとリツイートしてください。つぶやきました。僕はあのこのアカウントはこちらになります。アトリエヒデというアカウントです。でちょっと言い忘れたんですけど、これ日本語のセッションですけど、あの質問は英語でも、日本語でも OK です。So I'm going to talk in Japanese, but feel free to ask me any questions in English or Japanese. Both are fine. Alright, so, で、まあ戻ります。で、私は一体誰なんだから簡単にいきます。私はそのソフトウェアのエンジニアじゃなくて、あのレンズデザイナーっていうふうによく言われるんですけど、あのメーカーで、ちょっとここにいる人だとすごい少ないかもしれないですけど、メーカーでカメラのレンズをこういうふうに設計するんです、こういう計算してとか、そういうことをやっています。で、まあカメラ作るだけじゃなくて写真撮るのも大好きで、まあ先ほどのキーノートの話にもありましたんでちょっと同じかなと思ったんですけど、まあこんな感じで海外行ったりして写真撮って、まあ人の写真撮るのすごい好きでっていう、こんなこともやってます。もちろん Python 大好きです。むしろ Python 以外のことはちょっとあまり話さないでくださいっていう僕の前でそんな感じなんですけど、なんでかっていうと、僕1年半ぐらい前に初めて Python 実は知って、まだすごいビギナーなんですけど、これあのアメリカのシリコンバレーでにいる機会がちょっとあって、で、まあマウンテンビューって Google のすぐ近くにちょっと住んでたんですけど、この時に僕あのサイエンス系なんでマトラボって知ってますかね皆さん。なんかうなずいてる方たくさんあるんで、ちょっとサイエンス系の人多そうでちょっとビビっちゃいますけど、それマトラボ使ってたら、あのフランス人の同僚が、お前そんな高いの使うなよみたいな。よし Python 行けみたいな、 Python って何みたいな感じだったんですけど、最初そこから僕は始まりました Python で。それで Python 大好きになって、まあ日本帰ってきて、まあ、皆さん、まあ、こういうところでいろんなコミュニティとかに参加して Python 今も勉強中って感じです。カグル、カグラーです。カグルご存知の方いらっしゃいますか。わ、むっちゃいるこれ。まあそこシリコンバレーにいたこともあって、ちょっとすごいデータ解析とかむっちゃ流行ってるんで、それにものすごい影響されて、カグルってあのトップコーダーとか皆さんよく知ってるんですかね。あの要はこれは、まあ、サンフランシスコの会社で、データ解析のマシンラーニングのコンペをこう提供しているサイトです。で僕はここに参加して、もうひたすら全然順位とか良くないんですけど、ひたすら参加してその、まあちょっと盗む、皆さん Python とか書いてる人たくさん、 R とか Python 書いてる人いるんで、そこからちょっといろいろ盗んでそこで勉強しながらみたいなのやってます。でもなんかいろいろ参加してるんで順位だけなんか上がってって、なんか一応トップ 1% ぐらいになんか今いるんですけど、まだ全然分かってません。はい、ちょっと今が自己紹介はこんな感じ、ここまでにして、あのまあ、途中で何かあったらもうガンガン来てください。で本日のお題はこのイメージリコグニションとディープラーニングっていうことで、まあ、ディープラーニングってちょっとすごいなかなか難しめのタイトルをちょっとつけたのは、
ちょっと研究すごい詳しい人とかがそうしたら来てくれるんじゃないかと思ってそういう意図でつけたんですけど、実はあの内容ちょっと後でどんどん言ったらこれはあれみたいな思うかもしれないんですけど、まあ、そんな感じでこういうタイトルをつけました。日本語では画像認識と深層学習ってディープラーニングって言われてますね。要は、人工知能の AI のお話です。まあ、もちろん皆さん AI 人工知能といえばペッパーくんです。今日もたくさん来てましたね。で、まあ、ペッパーくんでしょうっていうことで、でこのセッションで皆さんと考えたいたった一つのこと発表します。ペッパーくんに何をしてほしいか、僕もこれ一つアイデア持ってきたので皆さんも何かアイデアがあったらちょっとシェアしてください。ぜひ今日でもいいしパーティーとかでもいいのでぜひちょっとお話ししましょう。ということで今日のアジェンダは、じゃあ画像認識って何っていうのを最初に話して、まあ、ディープラーニングって何っていうのを簡単に話して、ペッパー君にしてほしいこと、ここがメインなんですけど、ここをちょっとお話ししようと思います。でちょっとディープラーニングと私より詳しい人たくさんいると思うんで、そういう話とかはちょっと今回はあんまりしてなくて、でなんかスライドシェアとか見たらすっごいたくさんディープラーニングのスライドとかあるんで、ちょっとそこら辺をそちら見てください。で僕は何をできるかっていうところに興味があるんで、そういう発表します。じゃあ、画像認識って一体何なのっていう話です。マイク入ってますか？マイク入ってますかね？ OK ですか？まあ、人間だったらこういう画像を与えられたときに、これが私たちはすぐ犬っていうのを分かりますよね。だけど、まあ、コンピューターはそうじゃないので、コンピューターとかロボットが何か見たときにこれは犬だっていうふうに認識することができるっていう技術がこの、画像認識という技術です。でこれだったら今ドッグはキャーって書いてありますけど、まあ、犬なの猫なのっていうのがまずこれ2択でもいいと思うんですけど、ちゃんと分けられるというのがそういうような技術ですね。でさっきのカグルに戻りますけど、これに参加したしてたっていう人とかもしかしていたりするんですか？いないですか？あ、いないですね。僕これカグルのこの今年のコンペに参加して、これすごい簡単、すごいシンプルです。犬か猫か画像を見て見分けるアルゴリズムを作ってくださいというコンペです。すごいシンプルですね。でこれすげえと思って、面白いなと思ってこれ参加しました。要は、まあ、こういうふうにいっぱい画像、本当はこれ四角くなってますけど、本当は四角じゃなくて長方形とかの画像とか、まあ、形もバラバラなんですけど、こういうふうに与えられて、まあ、各画像が犬なのか猫なのかを当てましょうっていう、まあ、ゲームです。僕らだったらすぐできますよね。でもたくさんあるんで手ではちょっと落ち着かないぐらいありますということ、そういうコンペです。で僕ここからディープラーニングとか画像認識を学んだんで、ちょっとこれについて話します。もしも知らない方いたら、やっぱり僕もその時そうだったんですけど、すごい不思議に思うと思うんですよね。そのどうやってそれ認識するのっていう話です。それをちょっと簡単に説明します。で、まあ、機械学習マシンラーニングの話になるんですけど、一番大切なのは上側の話です。画像から特徴量を抽出すると。例えば、まあ、もっと簡単に言うと、まあ、この犬だったら、まあ、目がついてて鼻がついててとか、当然その認識するためにはそれの組み合わせですよね。私たちの顔もそうですし、まあ、そういう特徴量をうまく取ってあげれば、当然あこれはこういう目をしてるから、犬だっていうのがもちろん分かる、猫との差が分かれば、ね、分かるわけで、その特徴量を抽出する必要がありますという話です。これはものすごい 大切です。で抽出したらもう機械学習に、こちらにいる方も使ってるかもしれませんが、サイキットランとかに突っ込んでですね、機械学習してあげるとればそれができると。もうちょっと具体的な話というか、まあ、一般的に以前使われて、まあ、ディープラーニング今ありますけど、それより前に使われてたものっていうと、ね、まあ、いろいろありますけど、なんか有名なのサーフとかハーライクフィーチャーズっていうのがあって、まあ、一般的にずっと研究されて、まあ、みんなこの特徴量をどうやって取るかっていうのアルゴリズムというか、そういうのですね、っていうのが研究されてて、もちろんそれが
Python のライブラリで使えるものがあります。これ簡単に皆さんご存知ですかね。 OpenCV とかそういうのはすぐちょっとやれば特徴量が取れます。こんなこれ今ざっとなんか SURF で撮ったやつですね。これ OpenCV だったと思うんですけど、撮ったそういう色がこういうふうについていくんですけど、こういうふうにまあそこ特徴量を取るというようなことがすぐできますと。で、コンペにもう一回戻ります。まあ、コンペどういうコンペだったかというと、そのまあ機械学習なので学習用のデータが与えられます。それが2万5000枚ありました。でその結果でこう学習してあげてアルゴリズムを作ってあげたら、今度テスト1万2500枚の画像を、これは犬ですか猫ですかっていうのをずっと計算させるっていうようなコンペです。まあ、先ほどの話ですね。例えばじゃあ今のだと大体2対1なんで、この3分の2左側は学習に使ってください、これは犬だよ猫だよっていうのがラベルがあって、それでこう学習してあげる、教えてあげるんですね。コンピューターに教えてあげて、じゃあ今度右の1、今度何もラベルのついてない犬か猫がわからないのをテストするって、テストしてそのアルゴリズムを使ってやってあげるっていうような感じです。でまあ、僕もそれ初めてだったんで、これ一番簡単なやつでまずやってみました。これそしたら、まあ、精度っていうのは大体、まあ、正解率って思ってもらえばいいんですけど、まあ、大体僕は 60% でした最初やったら、まあ、このハーライクフィーチャーズっていう簡単なやつでやったで 60% って聞いて、今もう2択なので、ランダムに、まあ、画像数が同じだったらランダムにやっても 50% も当たるのに60かよみたいな。これだけ苦労して時間かけてなんか特徴量抽出してすごい時間かかったのに 60% ですかみたいな、そういう結果が出てもう絶望的なんですけど、まあ実際これスコアボード見てみましょう。そしたらなんか俺らディープラーニングやってるっていう人たちがなんか 85% 超えの人たち続出みたいな、もうトップに至っては 98.5% みたいな、これもうこんな感じで、なんだこれみたいな、ほとんど当てちゃうのかみたいな、そういうちょっとショッキングな話だったんですけど、これ実際ですね、もうここトップの人たちの何人かはですね、もうこのディープラーニング業界のトップの人たちがもうなんかそれを作ってる人たちが本当に出てきちゃってですね、これはむちゃくちゃ面白かったんですけど、まあこれ使えよみたいな、そういうのとかですね、まあ自分たちのその実力を試していると、まあカグルってそういうところです。まあディープラーニングすげえと思って、まあそこからちょっと使う、どうやってやるのかなっていうのをいろいろやりだしました。で、まあディープラーニング何って皆さんもしかしたらここが一番興味あるところかもしれないんですけど、まあ、数学的なところはちょっとやっぱりなかなか話したら、多分研究者の人が話したらそれだけで1時間とかになっちゃうと思うんで、もうざっくりです。すごい今に例えばこの MIT のテクノロジーリビューとかで、まあ、一番最初2013年のブレイクスルーアイデアとしてなんか一番最初に上がってました。まあ、そういうのはすごい注目されているワードで、もしもあんまり知らない人でも聞いたことあるかもしれません。要はですね、なんかあんま適当なこと言うと怒られちゃいそうなんですけど、ニューラルネットワークっていう技術があって、人間のこの脳の神経ですね、それを使って何かモデルを、それをモデルにして計算をしようっていう、まあ、昔からのアイデアなんですけど、ニューラルネットワークっていうのがあります。でそれを例えばですね、これ画像だったらこれ左から画像を入れてあげて、まあ、一番右アウトプットは、猫とか犬とかでいいと思うんですけどになると。で真ん中がその特徴量みたいなイメージでいいと僕は思ってます。まあ、真ん中に特徴があって入れていって犬猫を出すみたいな、そういうようなイメージ で、まあニューラルネットあるんですけど、真ん中ちょっと切りましたけど、これが今すごいやっぱり計算とかに時間がかかったり、これ設計が難しかったりするんですけど、まあ、計算そういう新しい技術が開発されたり、まあ、コンピューターの計算の力もどんどん上がってきてますよね。でディープラーニングだとGPU コンピューティングっていうのが一般的に使われてて、すごい計算量が多いけど、まあ、こういうのができるようになったっていうのがこれの、発達しているものなのかなと思ってます。まあそんなもんで、はい、説明はそんなもんです。
で実際 Python でも使えますよっていうのがあって、一番一般的でいろいろ使えるっていうのがその一番上のやつですかね、 PyLang2 っていう、まあ、Python をコアラングイッチとする言語とするものです。で、まあ、その他にも Python やっぱりスピードとかの話かもしれないと思うんですけど、 Python 以外をコアとしていてもその Python バインディングがあるとかそういうのがたくさんあります。で、まあ、他にもすごいいっぱいあると思いますけど、ここで挙げたのはその上の 1,2,3,4 つはその画像認識に特に使われているようなイメージのやつです。で、まあ、僕がやった時はですね、この DCAF っていうのが一番下のやつ、これあのアメリカの大学から出されているやつなんですけど、これを使ってやりました。で、これか、まあ、結構簡単に一番簡単に使えるの多分、大体CUDA コムネット以外は僕使ったことありますけど、まあ、使いやすいのは多分 DCAF だと思います。スピードとか他の方が速いとかありますけど、 でもちろんそのやっぱ厳しいですよね。ただあの GPU コンピューティングやれとか言われてもかなり敷居が高くて、学習すっごい大変なん で設計とかもすっごい大変らしいんですよね、ちゃんとやると分かってなくて。 でもそこでちょっと今日の一つの大きなアイデアで、プリトレインネットワークスっていうのがあって、これが強力なのでもうこれを使っちゃえって楽しいことやろうっていうのが僕のアイデアです。てかまあそのカグルの人たちもやってたことですけど、でこれちょっとなんか一番難しいスライドかもしれません。これ持ってきた要はですね、プリトレインネットワークスって言って、要はこの世界で最も画像認識分野で有名なコンペであるイメージネットラージスケールビジュアルリコグニションチャレンジっていうのがあるんですけど、これまあ世界中の大学とか、今年の大会ではなんか Google がのディープラーニングチームがなんか優勝してましたけど、まあそういう大会があって、でそのためにディープラーニングの研究者がこれをネットワークを作成して、それをまあ使ってくださいってみんなにこう公開しているっていう感じです。もうこれすげえと、じゃあ使おうっていう、そういう感じで、まあ詳しい人にはこれあのよく使われるあのコンボリューショナルニューラルネットワークスっていう、畳み込みニューラルネットっていうふうな日本語で言われてますけど、そういうような技術です。でこのコンペはですね、画像を入れると最後、僕が今やってるのって2種類ですね、犬と猫の2種類なんですけど、これは1000種類見分けなくちゃいけないっていうようなコンペで、すごいんです。とにかくこの設計とか多分調整とかがすごいんですね。で僕は多分これさっきの絵と同じでニューラルネットのこれ設計してるんですけど、まあ、こういう話です、まあ、これ使っちゃおうと。でさっきちょっと簡単に言ったんですけど、これ真ん中がその特徴量って見ていただければいいんですけど、まあ、1000種類も僕いらないんですけど、この特徴量を使っちゃえっていうアイデアです。特徴量抽出大変なんで、ここをディープラーニングに置き換えようっていうアイデアで、プリトレインネットワークスを使って特徴量を抽出しようと、さっきのやつですね。でこれ DCAF でやって、でそれを機械学習に普通の一般的なサイキットランとかに突っ込んで結果を見ようという話です。 96% です、僕がやっただけで。僕の初心者の僕が 96% をゲットしたと。だからこれはもうすごいなというところの発表が今日なんですけど、まあ、これが結果ですけど、でもまあ僕だけなんかむちゃくちゃあの23回って、他の人もっとなんか緩いんですけどすっげえ楽しくてこれやって、でもまあ全然、まあ、パラメータ調整とかちょっとやってですね、なんとかもうなんですか 0.01% でも上げたいみたいなやつで、それでもまあ全然もっとみんな詳しい人はもっといったっていうような、はい、ちょっとまあ今のがだいたい前置きです、すいませんでここまでの話をまとめますと、ディープラーニングできることは高精度の画像認識、まあ今のまでの話はまあ前置きなんで、ここが重要なんですけど、要はペッパー君は見たものをほぼ間違いなく認識するというところが重要ですね。間違いない、あんまり間違いないというところですね。でやっとここまで来ました。ちょっとペッパー君に何をしてほしいかというの、まあいろいろアイデアはあるんですけど、一つのやっぱロボットじゃないですか、ペッパーって。ロボットってでやっぱロボットは人間の人間の仕事はできないとか、そういうまあいろんな議論が多分ちょっと哲学的な話になってきますが、あると思うんですけど、いやそうじゃないだろうって、もうペッパー君がクリエイティブな仕事をしようと、で人間と一緒にクリエイティブな仕事をして何か作り出して、それでまあインパクトを与えるっていう世界を
描きましょうっていう、この部屋では描きましょうっていう話です。で、そうですね、だからそういうことをちょっと、まあ、そういうことに私が興味あるという話で、で、まあ、何がインパクトあるかって、せっかくパイコンなんで、なんか適当なことやってもしょうがないんで、ペッパー君プロデュースのアイドルグループすいません、ちょっとぶっと話がぶっ飛んできましたけど、要は多分世界初人工知能によるアイドルグループ、その名も JKC48 これはですね、 JKT48 っていうのが、なんかジャカルタ48というのがなんかあるというのをちょっと調べまして、そこからそれにインスパイアされた、まあこっちはまあ人工知能48の略これ略です。はい、ちょっとで20分ぐらい経過しましたか、ちょっとあと5分ぐらいでいきましょうか。ちょっと JKT48 の作り方を説明します。はい、ざっくりとこんな感じです。アイドルの顔画像を集める、アイドル以外のアイドルと、アイドル以外のアイドルがそういう特徴を持っているという想定のもとですね。で、まあ、ディープラーニング入れて、で最後はまあペッパー君がメンバーをスカウトすると、もう自分の考えでいっちゃうっていう、そういうアイデアです。でちょっとここからすいません、あのちょっとこれもしも YouTube とか見てる人いたらすいません申し訳ないんですけど、ちょっとやってることがやってることなのでちょっと会場大丈夫あの僕の方を映すのはいいので、ちょっとそれ大丈夫やってもらえますか、すいません、あのカメラの方すいません、大丈夫ですかね。はい、まあちょっとで、まあ、声は入るかもしれないんで、ちょっとまあちょっとあやふやな感じでいきますけどまあさっきはちゃんとさっきはアイドルって書きましたけど、まあこういうことですね。まあ48のなんとか48をの顔画像を集めようで、それ以外の人の顔画像を集める、これはもうまさに48はあの同じような顔の特徴を持っていると。どうですか。はい、まあ、48だと最初思ったんですけど、実はなんかいろいろ、なんとか48はいろいろあるみたいで、たくさん出てきて、これ機械学習するにはラッキーっていうそういうそういう感じです。まあちょっとこれ あれですけど、はい、まあ、こんな感じです。まあ、要はあの抜いちゃいましょうってことです。で抜くだけじゃダメなんで、2番でそのまあ、抜いたサイトはこちらですね。これ何がいいかっていうと、すっごい綺麗に並んでて、これクリックするとでかくなるんですね。だからでかい画像が得られるっていう、まあ、だからそれまあこれいろいろやって、で当然そのやっぱ顔とか以外のところが入っちゃうと、それ特徴量取っちゃいますよね。だから顔だけ切ってあげるっていうのが大切だと。でまあこれオープン CV ですね、まあ、こんな風になりますと。でメンバー以外の画像もたくさん欲しいなと思って、でやっぱりこの画像認識協会、まあ、これ今お願いして映さないでくださいとか言ってますけど、要は画像認識の協会大変なのって、これ画像を集めるのがすごい大変なんですよね。で、まあ、でもうまく集めたんですけど、これがアイドル以外の人たちで、男性も突っ込んで女性も突っ込みました。なんか感づいてる方いらっしゃるかもしれないですけど、まあ、このサイトですこれなんでいいかっていうと、左上に書いてありますね、あのいっぱい、はい、人がいるじゃないですかだからこれは、これプロフィールを送ると、まあ、検索できるんですね、あいうえおみたいなそうあいうえおを検索して、まあ、だからまあこれ最初出てるんですけど、あの、まあ、まあそういう感じでやってます。どんどん時間なくなっていくんで、じゃあ、まあ、まあそんな感じでやってますというところでデモします。でペッパー君は呼べないので、ちょっと時間もギリギリかな、なのでちょっと質問受けられなくなっちゃったあれなんですけど、あの僕はあんまりやべ走らせるの忘れてました。しかもあのウェブとか全然分かんなくて強引に作ってるんで、あのコラボレーション、メンバー募集みたいな感じなんですけど、フラスクっていうのをちょっと使ってみて、初めて使ってみてちょっとやりましたけど、もうすっごいしょぼいやつです。これちょっとすみません準備しとかなかった。うわ時間もない。なんで簡単に見ますと、まあ、これもちょっと
ここだけにしてほしいんですけど。これ下の方、あ、まあ上はそのまあ本、まあ本当はよちょっと呼んできたいぐらいなんですけど、下の方が頭の中と考えてください。で、まあ、あんまりできないんで、とりあえずまあ誰か入れてみて、まあそれでこれまたものすごい強力な識別器が出てできてしまいまして、これ知ってますか、前田さんっていう前のメンバー、これ入れてないんですけど、これまあちょっと入れてみると、でこれアップロードすると、これちょっと動いてほしいんですけど、ちゃんとまあメンバーになりませんか。センターに立ちませんか。これでも、いやこれ本当にやってないですけど、ちゃんとできたんですね。これしかも、もう90、これ下のメーター 99% はこのペッパー君がこいつはいいって言って思ってる。まあいいとセンターに立ちませんかまで言うんですけど、あのまあじゃあでもこれ、まあでもなかなかこれやっぱ見つからなくてですね、そういう人が。例えばじゃあこれももクロの人なんですけど、ももクロの人、全然時間なくなっちゃう、最後いきます、どうぞ。ももクロの人いると、まあそこそこやっぱお結構いくなみたいなとかですね。まあ、あちょっと時間ないんで、まあ、ギリギリ 50% の人もいたんですけど、まあいいや、ちょっと僕の写真を入れます。はい、この辺にします。でここで発表するはずだったんですけど、強力な識別機のせいでメンバー48人見つからず、まだ募集中です。まあまあ、こういう環境でやってます。まあ、ミニコンダーとか入れてですね、フラスクとか、まあ、こんな環境でちょっと今のやつやりました。ご意見、感想、アイデア、ちょっと、あとこれなんか PyConJPM ですか、なんかそういうハッシュタグ、この部屋のがあるらしいんで、あ、カメラの方はもう大丈夫です、すみません、もうどんなになっちゃってるのか分かんないですけど。で本日の以上は以上ですけど、もう時間ないですね。ちょっと、ワンモーセンです。です、ワンモーセン。あれ、明日のポスターセッションに参加します。テーマは、画像認識に基づく、太陽系惑星群の構造物検索です。はい、1個見せます。はい、見てください。わかりますか？はい。これあのスペースアップスチャレンジっていうところのプロジェクトで、これちょっとすっげえ真面目にやってるんですけど、で、まあ、何が言いたいかっていうとですね、このメンバーのに最年少の相田虎次郎君って、この青い名前の方いらっしゃる、まあ、ここにいるんですけど、この前に、なんとこの次発表します、この部屋で。ゲースプランジェネレーターの虎次郎君、あの中学生ですごいことを発表するって、さっきなんかもう自信満々に言ってましたので、ここはあと10分後、ぜひここにいる人はぜひ残って聞いてください。はい、発表以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。あと 1,2 分ほど時間が残ってますので、一つ二つ質問がある方いらっしゃいますか。あの時間なくなったら後で話しましょう。あ、面白い話ありがとうございました。機械学習をするときに、はい、あのサンプリングでサンプルデータで学習すると思うんですけど、今これだとサンプルデータの学習をするのにどれぐらいの時間がかかったのか教えていただけますか。はい、あのこちらの方ですか。こちらの方の話でしょうか。あ、両方ですか。ちょっと犬の方、猫は忘れちゃいましたけど、これ大体もうメンバーが100人しかぐらいしかいないんで、まあ、すぐです。そんな10分もかかってないぐらいでやってます。なんでかっていうと、まあ、そう言いました。あ、学習ですね。要は特徴量抽出はもっと時間かかってるんですけど、あのディープラーニングの学習させると、あの、まあ、ロジスティックリグレッションに突っ込んでるだけなんですね、サイキットランの今まずは。でそれだともうすぐ、まあ、ロジスティック回帰なんで5分とかで終わっちゃうくらいですね。今100枚200枚300枚ぐらいかな、とかそういうオーダーでの学習で、大体そんなもんかな。あ、そうですね、そうです、そうです、単純にデータが多くなるのでっていう話です。はい、
はい、すいません。じゃあお時間になりましたので、これで終わらせていただきたいと思います。最後に大きな拍手でお願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。